開始じゃないかなと思いますね。238年間続いていた先制君主だったんですけれども、2008年にそのジャパニー国民がすごい立ち上がりまして、王政を廃止の方向で大きな運動が続いたということで、今ちょうどその王政廃止から新しい憲法を作るという作業をしている状況です。さあ、お知らせの